僕が小学校の時に同級生にいた今井くんの話をちょっとさせてください。小学校の時に修学旅行で鳥取砂丘に行ったんですよね。ほんで砂丘があってこう山になってるんですよね。で僕らはこう段ボールをお尻に引いてわーってこう滑ってこう遊んでたんですよ。ほんでもう今井くんちはねクラスでちょっと生きててちょっと大人びた感じなんですよね。で今井くんがバーって見たごつい体なんですよ、体型が。で今井くんがバーって来て、お前らそんなんしておもろいガキやのみたいな感じで、ええやん別に楽しいねんからって、何がおもろいねんそんなみたいな。で今井くんどっか行ったんですよ。なんかつくなみたいな感じで、まあ要はこっちで滑って楽しもうみたいな感じでわーって滑って遊んでて、ほんでまあその日の夜、まあまあ、修学旅行ね、みんな部屋で寝て、みんな寝静まったんですけど、なんかね僕とその一緒に滑ってた友達2人で、ちょっと起きて、なんか今井ちょっとムカつくなって、ちょっと先生やズボンずらそうぜみたいなのになって、今井くん寝てるんですよね。で今井くんのズボンこうバーってずらして、2人でプポッと笑って、あパンツもずらそうぜって呼ばれたら殺されるってみたいな感じでもう引いたりながら、今井くんのパンツペロンめくったら、お尻の割れ目のところに砂がついてたんですよ。お前滑っとったやろお前絶対滑っても洗い落とせてへんやないか、俺らにお前こんなんガキやみたいな感じ言って、お前絶対滑っとったやろみたいな。ほんで笑ってたら今井くんブワー起きて、お何してんねんみたいになってなったけど、ここはちょっと言おうってなって、おいちょっと今井あれやな、俺らのことカッコ悪い言ったけど滑っとったやろ、だってお尻に砂ついてんでって言ったら、今井くんなんかお尻触ってこう砂見ながら言ったセリフが、あー出てきたか、今日砂食うてんって言われたんですよ。嘘つけよ嘘つけよお前、砂食うて出てきたんかいな。ちょっとどこまでもカッコつける今井くんの話でした。ありがとうございました。